ます。皆さんこんにちは、川内博史でございます。立憲民主党の川内博史でございます。本日鳩山幸男元総理大臣、そして政治評論家の先生も来られました、光一さんをこの場所にどうもありがとうございます。お迎えをいたしましてありがとうございます。ありがとうございます。川内博史大大党演説会、歴史に残る大大党演説会をこれから開催をさせていただきたいというふうに思います。お買い物中の皆様方、そして市民の皆様方、バスを待ってらっしゃる皆様方もどうぞご注目をいただき、お耳を傾けていただければ幸いに存じます。ありがとうございます。私は今回の総選挙、何が何でも勝たせてください、皆様方にご支援の訴えをしています。川内博史でございます。8回目の当選を目指しています。ありがとうございます。もう川内博史が申し上げるまでもなく、自民党の政治が限界に来ているのではないか、それはもう川内が申し上げるまでもないことであります。この前私がこうやって街頭演説をしているときに、小学校2年生か3年生ぐらいでしょうか、男の子が駆け寄ってきて私にこう言いました。川内博史も裏金してるのって聞かれました。川内博史も裏金してるのって、私はそこで言いました。川内博史は裏金どころか表金もないから、こうして地べたの上に立ってるんだよということを申し上げました。しかしそんな小学校2年生3年生の子どもたちにそんなことを言わせる自民党の政治は限界だな、おかしいな、しかもその人たちがまた選挙に出ていると、選挙が終わって急ぎが済めばそれで終わりなんでしょうか。あまりにも、ありがとうございます。みんなをバカにした話ではないか。物価が上がって庶民は1円でも安いものを求めてスーパーのチラシを毎日見ます。朝9時半にストアに並ぶ、特売を求めて惣菜が安くなる時間を狙って惣菜売り場に行く、そんな生活をしている。お金がなくてコンビニで100円のパンを盗んだら警察に捕まるわけです。だけど3000万4000万裏金作って脱税して何のお咎めもない人たちが政治の中心にいるとすれば、それは子供たちにどんな時代を残していくかということを考えたときに、おかしいねと、このままじゃいけないねということは、ありがとうございます、ありがとうございます、今入れたよと、もう不在者で入れたよというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございます。やっていただいてね、そんなどんな時代を子どもたちに残していくのか今問われているというふうに思います。だから先生どうも、今日ご苦労さんです。立憲さんに来ていただいたのは、安倍総理大臣は大企業が世界で一番活躍しやすい国を作るって言ったんです。大企業が世界で一番活躍しやすい国を作る、そして機能性表示食品の制度を作って小林製薬の紅麹問題が起きた、他方で鳩山幸男さんは命を守りたい、命を守る政治を作りますと施政方針演説で政府の方針として述べて、子ども手当やら高校授業料の無償化やら、みんなの生活を支える政策を実行したんです。基地問題で失敗してマスコミやら含めて叩かれて退陣したけれども、命を守る政治、みんなの生活を支える政治という、その政治哲学はこの物価高で生活が厳しくなってきている中だからこそ、私はもう一度
みんなで共通の理解として確認をしておかなければならない大きな方針であると確信しています。だから今日鳩山由紀夫元総理大臣に川内宏の応援に来ていただきました。素晴らしい。ぜひ皆さんにその話を聞いていただきたいんですが、その前にすみません、私の友人である政治評論家の角谷浩一さんも見えてますから、まず角谷浩一さんから一言、あのテレビでおなじみの政治評論家角谷さんから一言話をしていただきます。角谷さん、頑張れ。こんにちは。こんにちは。いやー、専門家が燃えてきましたよ。はい。とにかくね、カンさん、僕はね、カンさんと同級ですから、もう本当に彼の一生懸命やってる気持ちがよくわかります。それに、前回の3年前、特徴では、今まで以上に特徴を取りました。だけど、小選挙区で勝てなかった。本当に辛い思いをした。60過ぎて当選できなくて本当に辛い思いをした。でもそれが川内さんをどんなに辛いこともあっても頑張る、そして本当に辛い人の気持ちが分かる、これが川内さんの本当に素晴らしいところなんです。川内さんは今回国会に戻ってきたのに、野党の人はもちろん自民党からもよくぞ帰ってきたと、川内さんに熱い拍手があったことを私は忘れられません。そうだ、川内さんはもう政界に国会にいなければいけない人になりました。次の当選で8回生、大ベテランの政治家です。でもまずはここ鹿児島で川内さんを勝たせてもらわないと、本当に鹿児島で勝ったことが川内さんの仕事につながるんです。いよいよこの週末終わったら次の日曜日はもう投票日になります。本当に短い短期間の戦いです。だからこそ今までの経験考えてください。鹿児島で今国会議員で一番のベテランの人は森山先生です。でも働き盛りの人は川内さんなんです。この川内さんを一区から当選させないと鹿児島も活性化できません。ぜひ川内さんの魅力、川内さんの本当のいいところを皆さんがよくご存じだから、国会にもう一回戻していただきたいと思って東京から参りました。川内宏の魅力は本当は皆さんもよく知ってる。それを本当は中央の与野党の政界の人たちに知らしめたいと、そういうふうに思っています。ぜひ皆さんこれから一人10人20人と川内宏さんのいいところ、川内さんの魅力を伝えていただいて、ぜひ投票日そして期日前投票もぜひ川内さんでよろしくお願いいたします。ではマイクを返します。ありがとうございます。ありがとうございました。いつもテレビで見ていただいております、政治評論家の、まあ、政治評論家のというより私の友人の角谷浩一さんから応援のメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。もう本当すいません、あの私が厳しい厳しい選挙をいつも戦っているために角谷さんにもいつもご心配をかけております。今回は鹿児島の皆さんと力を合わせて勝ちたいです。勝たなければならないです。なぜならもうこれまでの政治が限界に来ている、限界に来ているんであれば皆さんの一票一票で外から変えていかなければならない、それが今回の総選挙である、川内は思っています。そして私川内宏が政治の上の師匠としてずっとご指導をいただいてきた、命を守る政治、みんなの暮らしをとことん支える政治こそが政治家がやるべきことなんだよ、子供がお腹を空かして
お腹すいたよと、ご飯食べたいよと言った時には、親はどんなことをしてても腹いっぱいご飯を食べさせようとする。今物価が上がって厳しい状況の人がたくさんいる中で、生活が苦しいよ厳しいよと、年間の孤独死は日本中で10万人を超えています。もうニュースにならなくなっている。この前ある病院の先生が言ってました。孤独死どころじゃない。最近は認知症の方の行方不明者が激増しているんだ。病院の先生が教えてくれた、そんな自己責任原則が、自己責任の考え方が冷たい冷たい世の中になってしまっているとするならば、その冷たい世の中を温かい愛に満ちた、子供に腹いっぱいご飯を食べさせることのできる、本当に愛にあふれた政治がやるべきことをしっかりやる、生活を支える政治にしていく、その命を守る政治を民主党政権の時にしっかりと施政方針演説の中で最初の一言として述べた鳩山由紀夫元総理大臣より川内の応援を、何としても川内を当選させてくださいという鳩山由紀夫さんの訴えをぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。鳩山先生、頑張ってください。ありがとう。途中講習の皆さん、お邪魔をいたします。そしてお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介をいただきました鳩山由紀夫と申します。この場に何度か立たせていただきました。今日も皆さん方にこのように川内博士頑張れとお集まりくださっております。この姿を見て感慨深いものがございます。実はもう私は政治の世界から足を洗った人間でございます。今回も総選挙が始まっていろんな方が当然必死に戦っておりますが、私が街頭に立たせていただくのはここ一箇所のみでございます。あとは一度も立つつもりはありません。でも川内博士君の応援は何としても私の方からしたい、そんな思いでやってまいりました。どうぞよろしくお願いします。素晴らしい。鳩山先生の後継者は川内博士さん以外ありません。私が最も政治家として尊敬している男でもございます。風貌から見て最初はそのように見えなかった。だから彼はどういう男なのかな、理解するまで時間がかかった。時には冗談も言うし、ほかなかだし、どのぐらい政治の勉強をしているのか分からなかった。でも周りの人が彼の姿を見て驚いていた。なぜ驚いていたかというと、毎日東京にいるときは議員会館で夜中の12時までもう帰れというギリギリのところまで仕事をして残っている彼しかいないんですよ。それを見た人間も偉いと思うけれども、彼は本当に必死に学んで夜中の夜中まで勉強して自分を磨いてくれていた。だからこそ彼の一言一言には重みがあるんです。そしていい加減な文章などを絶対に許さない、見破ることができる男なんです。私が先ほど沖縄のことで
基地問題で失敗をしたという話がございました。失敗をしたとき、実はその前に外務省から怪しげな文章が来て、それを私が信じてしまって、結果として総理を辞めることになりました。でも川内君はそれが悔しくて、なぜ鳩山が騙されたのか、外務省が作った文章が辺野古しかないという一言で言えば、普天間の移設だけは辺野古しかない、そういう文章であったけれども、実際にこれはアメリカは決してそんなことを言っていなかったということを彼が証明をして、そのために何度も外務省を追及しても、外務省はそんな文章は知らないと言い張っていた。そこで彼は外務省のハンコが本物かどうかということをしっかり調べて、実際にそれが本物であるということを証明した。すなわち正式な外務省の文書で私を騙したということを彼は証明をしてくれた。ほとんどそのようなことはメディアでは報じられてないかもしれないが、私自身が総理を辞めざるを得なくなった、追い込まれた、その一つの文書が偽物の文書であったと、外務省が嘘をついた文書を私に見せたということを、それを信じた私が悪かったといえばその通りだと思う。でも役所というのはそういうことまでして総理まで落とし入れるものだということを川内宏君は証明をしてくれた。そのようにしっかりと彼は自分の頭で考えて行動してくれている男でございます。私は8期目で総理大臣までさせてもらいました。今川内宏君は8期目の挑戦をしています。私は彼を本気で総理にしたいと思っているんです。どうだ、川内政権を実現しましょう。本気で総理にしたいと思っている。それに正しい実力を兼ね備えた男であるということを、皆さん方も私以上に毎日接してくださっておるならお分かりいただけるのではないかと思う。毎日からは街頭に立って、あるいは皆さんの前でいろんな人たちの声に耳を傾けてくださっています。彼が本気で仕事をして一人一人の声を聞いてくれている。ある時はもう食べるお金がないんだと言って座り込んでしまっているおばあちゃんの話を聞いた。格差がこんなに拡大をして、アベノミクスで儲かっている人はますます儲かるような仕組みを作った。しかしそうでない人たちはますます厳しい生活を強いられるようになってしまった。このめちゃくちゃいい格差を広げてしまったその責任はやはり長期政権の自民党政権にある。責任は大きい、私はそう言わざるを得ません。だからこそ庶民のための、市民の皆さんのための政治を取り戻すために、川内宏を当選されて、そして政権交代まで実現させようじゃありませんか皆さん。政権交代実
鳩川、鳩山、川内さん政権交代までいいところまで来ているという話も聞きました。自民党が単独で過半数を得ることができるかどうか、多分相当厳しくなっていることは間違いありません。裏金の問題は、裏金をやっていないと言われている人が無罪かどうか、自民党という体質の中に染まっていれば、結局は皆さん方が払っているような税金もうまくごまかして払わないシステムの中に自民党の議員であるならば止まってしまっているのです。だからこそ今私たちは自民党の候補を一人でも減らしていかなければならない。裏金問題に染まっている自民党を政権から引きずり下ろさなければなりません。皆さん力を貸してください。かもしれませんから、あと少しだけそれではお話をさせてください。私はそもそもの原因は、日本という国があまりにもアメリカに頼りすぎている、依存しすぎている、そこに全てがあるんだと信じています。私は自民党政権が、特に前政権などはどん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 アメリカの言いなりになってしまって、5年間に防衛費43兆円ですよ。何を買うかといったら、もうアメリカではあまり使われていないようなトマホークを400発とか500発とか買おうという、買ってどうするんですか、どこにいつ使うんですか。私はトマホークよく学んで、多少は理解をしますと、巡航ミサイルというのは飛行機と同じスピードで飛ぶミサイルだと思ってください。飛行機と同じスピードで飛ぶんですから、撃ち落とそうと思えば簡単に打ち落とせてしまうものなんです。だから時代遅れだと言われているんです。それを今から400も500もアメリカからもう使えないから、お前とこで使ってくれ、買わされる何千億という、あるいは兆という無駄遣いを日本はしているのではないでしょうか。そういう防衛費に意味のないお金を使うんだったら、それをやめて教育に予算を使うじゃありませんか。皆さん、教育を私は大きく変えなきゃいけないと思っていますが、特に先生になる方がいない、これは長時間働かされて必ずしも給料がそれに見合わない、だからこんなきつい仕事は嫌だと言って、あまり最近は教師になる方がいなくなってしまった、それではいけないのです。教員、教師というのは本当に大事なお仕事なんです。一人一人の人間の将来というものを見据えて、いかに立派に育っていくか、学びの場を作ってあげるのが教師の大事な役割です。それをする人がいなくなったから、だから学校もダメなんです。それじゃあ逆じゃないですか。トマホークに莫大なお金を使うぐらいなら、教育の予算を2倍に増やそうじゃありませんか。皆さん、私はそのぐらいの大改革を行わなければいけないと思っています。何が何でもアメリカの言う通りだと非常に危ない。台湾問題も非常に心配な部分が出てきてしまっています。アメリカの言いなりになって
台湾の独立を日本が支援しようなという話になったときには、日本がまた再び戦場になりかねない。日本は憲法によって二度と戦争はしない国になっているはずです。戦争はやめましょうよね、皆さん。絶対に戦争になりそうなような状況を作らないことが私は政治の役割だと思っています。私は先週も中国に行って習近平主席さん、主席ともお会いをしてまいりました。習近平主席と日本の石破首相、本来ならもっともっと仲良くなって気心があって、だからお互いに戦いなんかやめようね、そういう状況に日本と中国の間をしていかなければいけません。中国は戦略的挑戦だというようなことで、中国に対して敵視するような防衛省の考え方は私は間違っていると思います。そうではなくて、いろんなことがあります。それは中国にも韓国にも問題点はあるでしょう。だから戦うのではなくて、だから一緒に学び合いながら対話を通じて答えを探していこうじゃないですか。そういう努力をもっともっとするような日本政府になってもらいたい。今の日本政府に、石破首相にその力が、ありがとうございます、ないとすれば政権交代するしかないじゃありませんか、皆さん。皆さんの絶大な力で河内宏候補8期目の当選お与えいただいて、そしてぜひ新しい政治の流れを皆さんと一緒に作っていこうじゃありませんか。そのために今日は私としてこの選挙戦たった1回の街頭活動を、この河内宏候補と一緒にさせていただくことができたことを、私自身誇りにも思っています。とても嬉しいです。多くの皆様方がこのようにお集まりいただいて、河内宏と共に歩んでいこう、日本の政治を変えていこう、そう信じてくださっていることに大変心強さを感じながら、私から改めて河内宏をどうぞ近い将来首相に押し上げていただくように力を貸してください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。鳩山由紀夫元総理から近い将来首相に押し上げてと、とりあえず今回勝たんと、今回選挙区で勝たんとですね、もうどうにもなりませんから、ぜひ今回の総選挙でこの河内宏を鹿児島一区の代表にしてください。本当にですね、この総選挙めちゃめちゃ重要な、めちゃめちゃ日本にとって重大な、頑張ります、分岐点の選挙です。この前そこに私ずっと立ってますから、中学生の女の子2人組がですね、リュックサックにちっちゃいぬいぐるみをいっぱいつけて通りがかって、私をずっとにらみつけてですね、戦争はダメだよって言ったんです。戦争はダメだよって、中学生の女の子が私に向かって戦争はダメだよとおっしゃった。これは若い人たちの間で、大人たちはそういう方向にもしかしたら向かっているのかもしれないねということを若い子たちなりに感じていて、そういうことを私におっしゃったんだろうと思うんです。日本国憲法の前文には、戦争の参加は
政府の行為によって起こるものだからみんなで気をつけようねということが書いてあります。戦争の参加は政府の行為、政府が戦争で国民を悲惨な目に遭わせるからみんなで気をつけようねということが日本国憲法の前文の一番最初に書いてあるんです。しかし自民党さんの憲法改正草案からはその一番大事な部分が削除されています。そして削除した自民党の憲法調査会の会長が石破さんだったんです。その人が今総理大臣になってしまってるんです。ちょっとなんか反安倍だったから石破さんもまともなようなふうに思ってる人もいるかもしれませんが、実は大変怖い人だと。日本をありがとうございます戦争の道に誘い込むような人なのかもしれない。だからこそですね、皆さん今回のこの総選挙で裏金問題もあるし、統一教会の問題もあるし、能登半島は置き去りだし、もう悲惨ですよ。能登半島何百箇所で道路の通行止めがあるんです。この前行きました私も。掘っておかれてるわけです。それは能登半島だけの問題じゃなくて、鹿児島でも大災害が起きた時に能登半島と同じように掘っておかれる可能性を示唆しているわけです。そういう状況の中で石破さんの言うことがくるん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 変わる。だけど防衛増税だけは変わらないわけ。先ほど鳩山先生が、鳩山元総理がおっしゃったように今後5年間で43兆で、豆腐の43兆じゃないからね。43兆円って1人当たり43万円ですよ。1人当たり43万円5年間だから1人当たりで言えば年間8万円武器を買いますと。お嬢ちゃんも日本が武器を買うために年間8万円出しなさいって言われるわけ。出す？出さないよね。誰一人出さんと思いますよ。一人8万円です年間。どこにそんなお金があるんですか。この大変な厳しい経済状況の中で物価も上がってるし、それを防衛増税だけはやると。他のことは全部言うことを全部変えたけどそこだけはやると言ってるわけです。冗談じゃありませんよと。もう限界だねと。外からみんなで変えるしかないねと。一票一票の力で変えていくしかないねと。それが今回の総選挙なんです。だから私が皆さんに成り代わって国会でわんわん吠えたくりますから、何を一体考えてるのと、何を一体やろうとしてるのと、私が皆さんに成り代わっておかしいよと、変だよと、皆さんが思ってることを私が代わりに吠えたくりますから、どうか今回の総選挙はこの川内宏を押しまくっていただいて、何としてもこの鹿児島1区で勝たせていただけますよう心からお願いを申し上げて私にお伝えいたします。ありがとうござい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 ます。それでは鳩山先生と握手会をしたいと思います。どうぞ握手したい人、写真撮りたい人、どうぞ遠慮なしにもみじさんにしてください。最近やっぱりそういうチャンスがないので結構もみじさんにしてあげると喜びます。喜びます。やっぱりね、川内先生、それから鳩山先生、大人気ですね。山形山前です。皆さん応援されてました。Thank you.
最後にお願いしようかな。お疲れ様でした。また後で。また、はい、ありがとうございます。どうも、はい、頑張ってください。はい。片山先生、応援演説どうもお疲れ様でした。素晴らしい演説でした。またこの後もよろしくお願いします。あ、どうぞ。じゃあここで切らせていただきます。